どうもセスさんです。今回はですね、アンカーからリリースされているアンカーワークというブランドから新しく動画撮影向けのワイヤレスマイクが発売されるということで、今ねこの動画撮っている時点ではまだ発売前ではあるんですけども、レビュー用にこちらのサンプルご提供いただきましたので、この動画の中で詳しく見ていきたいなと思います。でこの動画の概要欄にお得な情報っていうのが載ってますので、動画を見て興味を持った方はそちらもぜひチェックしてみてください。はい、ということで早速やっていきたいんですけど、その前にワイヤレスマイクってそもそも何っていう方もいると思うので、まあ、簡単に説明しておくとですね、こういった動画を撮影するときに、まあ、カメラとか、スマホを使います。で音声はですね、このカメラの内蔵マイクもしくはカメラの上にね、取り付けて使うような、外部マイク、まあ、音にこだわる方はですね、そういう風なものを使ったりするんですけど、ただねそういったマイクって、カメラの近くでね、声を出してるときは、まあ、問題ないです。ただカメラから距離が空いちゃったりとか、もしくはカメラの方を向いてなかったりするとですね、マイクが拾ってる音が小さくなっちゃったりとか、そもそもねちゃんと拾えてなかったりっていう、デメリットがあるんですよ。でそれを解決できるのが、ワイヤレスマイクっていう製品で、マイク本体を胸元とか首元に取り付けて音声をカメラにワイヤレスで飛ばすので、カメラからちょっと距離が空いてたりしても、関係なくね均一な音声を拾ってくれるんですよ。あとはですね、自分の口とマイクの距離が近いので声だけによりフォーカスして周りの雑音をね拾いにくくなるっていうメリットもあります。はい、そして今回アンカーワークから発売されるのがこの M650 ワイヤレスマイクロフォンという製品ですね。この製品の特徴はまずマイク本体、送信機ですね、これが2つと受信機1つのセットになってるっていう製品なんですよ。マイクが2つあるっていうことは、自分1人だけじゃなくてもう1人のね、胸元にマイクを取り付けて、2人分のね音声を収録するっていうことが可能になってます。でカラーについてなんですけども、これちょっと面白くて、このアンカーワークって書いてる部分ありますよね、これ取り外して別な色のカバーに交換するっていうことができるんですよ。でさらにですね、そもそもブラックじゃなくてホワイトもあります。白と黒好みでね選べるっていうのが結構嬉しいですよね。はい、次に充電についてなんですけども、このパッケージに写ってるケースはただの入れ物じゃなくてワイヤレスイヤホンみたいにバッテリーを内蔵してるんですよ。このね送信機と受信機は単体で最大6時間まで使用できるんですが、ケースにしまって充電することによって、最大でね15時間まで、使用することが可能です。まあ、例えば屋外での Vlog とか、旅先での撮影とかね、そういった場面でも15時間使えるとなると結構ね心強いんじゃないかなと思います。ちなみにですね、この製品はマイク、送信機で拾った音声をワイヤレスで受信機に飛ばします。で受信機と有線ケーブルで接続したカメラで音声を記録するっていうのが基本的な使い方ではあるんですけど、送信機に、内蔵ストレージっていうのがあって、これにね単体でも音声を記録しちゃうということができるんですね。なのでこの受信機とカメラをね有線ケーブルで接続しないで使ったりとか、あとはカメラで音声記録はするんだけどバックアップとしてね送信機でも記録しておくみたいな、そういった使い方もできます。でこういう製品って他社からも出てたりするんですけど、このマイクはですねノイズリダクションを搭載してるっていうのもメリットの一つなんですよね。なので、雑音をかき消して、まあ、自分の声だけをね、拾いやすくなるってことだと思います。これについてもね、後で実際に試してみたいと思います。はい、ちょっとね前置き長くなってしまったんですが、いよいよ開封してね本体見ていきましょう。これめちゃくちゃ楽しみだったんですよね。はい、じゃあいきます。オープン、よいしょ、おー来ました。おお、このブラックのケースに、ゴールドのラインと文字がねなんか高級感ありますね。でケースはね結構大きめな印象ですね。でケースの正面には、充電残量を示すランプ4つ、そして背面はですね、充電とかあとデータ転送にも使える USB Type C 端子がありますね。じゃあケースの中もね見てみましょう。いきます、オープン、よいしょ、はい、おお、なんか可愛いね、マカロンみたい。じゃあ送信機、マイクをね
に取り出して見てみたいと思います。こんな感じどうでしょうか。ちょっとぐるっとね横の方見ていきたいんですけども、まずこれがですねマイクミュートとか、電源ボタンになってますね。でまたぐるっといって、こちらが内蔵マイクで、その横のちっちゃい穴なんですけど、ここにねピンマイクを接続したりとか、あとは付属のウィンドスクリーンを、取り付けるためにも、使うことできるみたいです。ちょっと充電の接点がねカバーされてるので、取りますけども、こんな感じ。このアンカーワークって書いてる楕円形の部分なんですけど、これがねクリップになってるので、例えばシャツの胸元とか、首元、そして胸ポケットとかにねこうやって挟んで使うということが、可能になってますね。あ、でこれマグネット式になってるわ。へえ、これ向き変えれたりする、もしかして。おお、これ横向きにできる。これめっちゃいいかも。今までねこのシャツに取り付けるときに横からねこうやって差し込むような感じだったので、今ね内蔵マイクがここにあるんですよ。横こうやって上から話したりとか、あと右を向いてね話すとかっていう時はいいんですけど、左向きながら話すとちょっとマイクがね遠くなっちゃって、拾う音が小さくなったりとか、そういったことがあったんですが、このマイクはクリップの向きをねこうやってくるっと回転させてあげれば、横から差し込んでもマイクがね上を向いたままなので、まあ基本的にどこを向いてもね似たような音声で収録できるんじゃないかなと思います。ただそうやって使うと接点がねこれ隠れちゃうので、ケースに戻すときはねちゃんと向きを直してあげてしまうと、まあそんな感じですね。はい、続いて受信機、見ていきたいと思います。ちょっとこれもう電源入っちゃったんですけど、まず言語選択ですね。日本語あるのか、お、ありますね。日本語でチュートリアルっぽいやつが出てきた。下にスワイプするのと、左から右にスワイプ、右から左にスワイプで上にスワイプすると送信機1と2を同時に制御できると、まあ、そんな感じですかね。あ、もうこれで使えるんだ。これ受信機に、まあ、ディスプレイがついてて、一目でね、まあ、状態を確認したりとか、あとはいろんな設定をね、いじれるってことだと思いますね。ディスプレイ結構綺麗だな。で、音のね、波形が動いてるんですけど、これもかなり滑らか。なんかめっちゃいいディスプレイがついてるような感じ。じゃあ設定を一つずつ見ていきたいんですけど、これ上からまずスワイプすると、ノイズリダクションの設定ありますね。これがオフと弱と強、この3択。今はオフになってます。で、サウンドトラックっていうのもありまして、モノラルと、ステレオ。はい、これね、実際にカメラで見た方が分かりやすいと思うので、カメラにね、取り付けてみました。こんな感じでね、受信機本体の下にはクリップがあるので、このクリップをね、カメラの、周のところにね、ブスッと刺して取り付けて使うってことが、可能になってます。でこのね、ケーブルはカメラのマイク端子に有線でつなぐと。でね、さっきの説明に戻りたいんですが、今ですねこれサウンドトラックモノラルになってますよね。でモノラルっていうことは今送信機2番取り出してるんですけども、送信機2番にね、こんな感じで音声を発すると、このカメラの音声ゲージ、どっちもね反応してますよね。ただこのサウンドトラックをステレオにしてやると、はい、わかりますかね。ステレオにするとですね、チャンネル1番と2番が分かれて、こっちはですねチャンネル2番のマイクってことになるので、チャンネル1番のね、音量ゲージっていうのは反応してないですよね。まあこれね、自分一人で撮影するときはモノラルでも全然いいんですけど、二人でねマイクを使うときにステレオにしておくことによって、後から動画編集時にですね、こっちのチャンネルの音だけを大きくするとか、こっちだけちっちゃくするみたいな、そういったことが可能になるんですよ。やっぱりね、人によって声の、大きさっていうのは違いがあるので、まあ、ステレオ録音することによってね、編集で調整できるっていうメリットはあるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ続けて設定見ていきたいんですけども、このセーフモードについて、これはですね有効にして、送信機の単体録音をすると、カメラに送ってる音声よりもマイナス 6dB の少し小さい音量で、こっちにね音声録音することできるみたいなんですね。それによってカメラに記録した音声がちょっと大きすぎてね、音が割れちゃったとしても、こっちでね少し小さい音だから、まあ、こっちを使うみたいな、そういったね保険機能みたいな感じらしいですね。
はい、次にその横の AUX 低いっていうやつ、これどういうことかというとですね、まあ、今カメラと受信機有線でつないでますよね。この場合は AUX 低いで使うみたいです。でここタップすると AUX 高いヘッドホンマークになりました。これはですねカメラと受信機を接続するんじゃなくて、受信機に、まあ、イヤホンとかヘッドホンをつけてマイク音声をモニタリングしたい場合、その時は AUX 高いにするみたいです。まあ、今はねカメラにつないでるので低いに戻しておきます。じゃあ次に左から右にスワイプしてみます。この画面ではまずマイクのミュート、送信機1番のマイクミュートができたりとか、あとは送信機1番の、単体録音の、開始と停止、はい、で一番右がですね入力原因の調整ですね。今は 0dB デフォルト状態なんですけど、プラス15までいけるのか、下がマイナス15まで、まあ、そんな感じ、かなり幅がありますね。で、あと、この右上の点々を押すと、ストレージの残り容量っていうのを確認できるみたいですね。452分、単体録音できるよと。で、今録音したファイルは1つありますっていう風になってますね。で、またトップに戻って右からスワイプすると、こっちはね送信機2番の設定になります。で最後に下からのスワイプなんですけども、これは同時制御って書いてますね。マイクミュート1番と2番どっちもできて、どっちも解除で、どっちも単体録画っていう感じですね。録音開始するには、2番をね今ケースにしまってたんで1番しか開始されなかったんですけども、どっちもねケースから取り出した状態で押すと、まあ、どっちも単体録画できると、そんな感じみたいですね。はい、まあ、これねちょっと残念だなって思ったのは、送信機単体録音をするには受信機を操作しないとダメっぽいんですよ。送信機本体のボタンだけでねなんか録音開始とかはできないみたいなので、そこはね、まあ、ちょっと残念かな。アップデートとかで、改善できるのであればねちょっとしてほしいなと思いますね。はい、じゃあここで付属品のチェックしていきたいと思います。まずこちらがですね、充電ケース、もうマイクと受信機収納してある状態ですね。でさっきねちょっとお見せしてなかったんですけども、この受信機を収納する場所の横になんかちっちゃいのが2つありますよね。これ何かというと、手前が、はい、USB Type-C 形状になっていて、この奥がね、ライトニングになってます。これをね受信機のディスプレイがある側とは反対側、ここにですね取り付けることができるんですよ。はい、こんな感じすると iPhone とかスマホでね、このアンカーのワイヤレスマイク使うことができます。ちなみにねこのスマホで使うためのアダプタ、付けたままでもねケースの底にくぼみがあるのでそのまま収納することができるんですよ。これも結構嬉しいですよね。スマホでしか使わないとかっていう方はねもう付けっぱに、しておくことができます。はい、続いてこちらがですね、持ち運び用のポーチですね。なんか素材が、まあ、ビニールというか PU レザーというかこういうアンカーワークって書いたポーチが入ってますね。で一応ねこれ中に2つポケットがあるので、まあ、このねカメラと接続するケーブルと、充電ケーブルとか、あとはこういうねウィンドスクリーンを、まあ、入れてね持ち運ぶってこともできそうですね。でそのウィンドスクリーンなんですけど、これ付け方が、まあ、さっきもちょっと説明したんですが、このね穴にブスッと刺して取り付けると、はい、うん、取り付け簡単、基本間違って外れるとかはなさそうですね。まあ、室内であれば別に必要ないと思うんですけど、外でねちょっと風のある日に使うとかっていう場合はね、ウィンドスクリーン組み合わせるといいんじゃないかなと思います。はい、でこちらのねぐるぐる巻きのケーブルはですね、さっき受信機とカメラを接続するときに使ってた、ものですね。そしてその隣、こちらはね充電とかあとはデータ転送用の USB Type-C ケーブル、両側 Type-C になってます。で、ペラ系クイックガイドがついてるので基本ね、これを見てやれば、まあ、使い方は問題なさそうですね。僕も、これ見たんですけど、まあ、安心して使えるんじゃないかなと思います。で最後こちらですね、マイク本体の、交換用カバー、ちょっとやってみたいと思います。今はですねこういう、まあ、黒いねちょっとマットなカバーがついてるんですけど、これね回転すると外れるらしい。あ、こんな感じですぐ外れますね。で、こちらわかります？なんかダークグリーンっぽいカバー、はい、どうでしょうか。ちょっとまた印象が変わりますね。でもう一つがこのゴールドっぽいやつ、
はい、どうでしょうか。これその日の気分とか、まあ、自分の好みであったり、あとは服の色にね、合わせて変えるっていうことができるんで結構嬉しいですね。しかもこれ送信機2個だとどっちがどっちか分かりにくいんですけど、1個だけ色変えておくとか、まあ、そういう風にするとね非常に分かりやすいんじゃないかなと思います。はい、じゃあこちらのブラックに続いて、ホワイトもね、まあ、ちょっとどんな感じなのか見てみましょう。はい、どうでしょうか。こんな感じ、いいね、白かわいい。このケースの内部の色とか、あと横のラインはですね全く、一緒だと思うんですけども、やっぱね黒と白だと全然イメージ違いますね。はい、どうでしょうか。で、白についてるこのカバーもねまた色が違いまして、暗めのネイビーとちょっと明るいね、なんか紫というかラベンダーっぽい色って言えばいいんですかね、まあ、こんな感じの、カラバリになってます。こっちもねなんかかなり人気出そうな気はしますね。はい、じゃあここまでかなり長かったと思いますが、いよいよねこのマイクを使って音声収録してみたいと思います。今はね、こちらにあるダイナミックマイクで音声撮ってるんですけども、こっちに切り替えてみます。はい、切り替えました。こちらがアンカーワーク M650 ワイヤレスマイクロフォンで収録した音声でございます。どうでしょうか。今ねマイクの位置はこのねシャツの、第2ボタンと第3ボタンの間、クリップでねこうやって挟み込むようにして、止めております。でね、マイクの位置はこう真上をね、向くようにつけてますね。どうでしょうか。こちらがアンカーワーク M650 ワイヤレスマイクロフォンで収録した音声でございます。いや、どんな感じで撮れてるんでしょうか。ちなみにですね、このマイクはローカット機能であったりとか、あとはノイズリダクションというのがあるんですけど、まあ、そういった設定はね全く使わず、一番ねプレーンな音声で、収録しております。はい、続いてはですね、このマイクの売りの一つでもあるノイズリダクション、使ってみたいと思います。今ね室内にいて、ノイズとかはね、まあ、特にないんですけども、ノイズリダクションを入れることによってこう音声がね不自然にならないか、そこもねちょっと試してみたいんですよ。今はノイズキャンセリングなしの状態なんですけど、弱にしてみます。はい、ノイズリダクション弱にしてみました。どうでしょうか。ノイズリダクション弱の音声こちらでございます。先ほどのなしの音声に比べて、どういうふうに変わりましたでしょうか。はい、3つ目ノイズリダクション強ですね。どうでしょうか。ノイズリダクションなしと弱に比べて、ノイズリダクション強にするとどういった聞こえ方になっておりますでしょうか。こちらノイズリダクション強でございます。はい、じゃあ続いてはですね、実際に雑音がある環境でのノイズリダクションなし弱強、これをね比較してみたいと思います。今ねもうザワザワした音入ってると思いますが、ネットでね雑音のサンプルっていうのを探してスピーカーから出力してるので、それを拾ってる状態だと思うんですよ。これがね、ノイズリダクションなしで今使ってるので、弱強にした時にどう変わるのか聞き比べていただきたいなと思います。はい、先ほどまではノイズリダクションオフでね、使っていたんですけども、ノイズリダクション弱にしてみました。どうでしょうか。先ほどまでと雑音の音量っていうのは全く変えておりません。同じ環境で、同じ距離でね使ってるんですけども、どうでしょうか。雑音の変化、どのようになっておりますでしょうか。はい、こちらがノイズリダクション強にしてみました。いかがでしょうか。ノイズリダクションオフと弱に比べて、このノイズリダクション強でどのぐらい雑音を抑えることができていますでしょうか。先ほどまでとぜひね、聞き比べていただけたらなと思います。はい、続いて、屋外でのマイクテストしていきたいと思います。今ですね iPhone 14 Pro にこのねアンカーのワイヤレスマイク取り付けて、動画撮影しております。今ねこの胸のとこについてるんですけど、これ分かりますかね。さっきはこうシャツをね横から挟むような感じでつけてたんですよ。で今はですね、マグネットを利用してそのマグネットをね服の中に入れてですねマイクを固定してます。まあ、別にねさっきと同じ付け方でもよかったんですけど、試しにねマグネットの、まあ、磁力テストということでね、こういう風にしてるんですけど全然問題なさそうですね。T シャツとかねこういうシャツじゃない時はマグネットで、つけるといいと思いますね。で今日はねちょっと風があるんですけど、ウィンドスクリーンもねつけてるんで、まあ、多分ね問題ないんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。あとさっき室内で、試し撮りした時に若干低音強いなって気がしたので、
専用ソフトでね、ちょっと低音を下げました。イコライザー調整に対応してるんですよ、実は。後から専用ソフトもね、どんな感じなのかお見せしたいと思いますが、専用ソフトでは、そういったことも可能です。はい、じゃあ今回最後にこのマイクの送信機で単体録音したファイルの PC への取り込み方法とか、あとは専用ソフトでどういった操作ができるのかチェックして終わりにしたいなと思います。じゃあまずですね、 PC への接続なんですけども、これね、送信機も受信機もすべてケースに入れたまま付属の USB ケーブルで PC とね接続すると、はい、すると M650、 2つね PC に認識されました。送信機2台あるので2つ表示されてるっていう感じですね。でこれをダブルクリックするとこんな感じで、単体録画したファイル表示されます。僕はですね、これ送信機1番を使って、単体録画してたので、これがねそのまま表示されてるってことなんですけども、このファイルをね PC に取り込むには単純にこれドラッグ&ドロップするだけ、もうこれでね PC にファイルを移すことができました。はい、続いて専用ソフトでの設定見ていきたいと思います。このアンカーワークというソフトは公式サイトから無料でダウンロードすることできますね。で今左上にね、3つデバイス表示されてるんですけども、左が送信機2番、真ん中が受信機、右が送信機1番っていう風になってますね。じゃあ送信機2番で見ていきましょうか。デバイスの設定とオーディオファイルってあって、デバイスの設定からいきます。これがマイクのミュートで、その下ゲインの、上下ですね。この辺はマイク本体からも、設定できますね。で次録音設定、これ上書きファイルっていうのがオンオフあるんですけども、マイク本体のね単体録音を使っていて、まあ、したくないのであればオフ、上書きしていいのであればオン、僕はね上書きオンで使いたいと思います。でストレージの、どのぐらい使ってるかっていう表示があったりとか、あとはですねこの下 TX ボタンのカスタマイズっていうのは、このね送信機の横にボタンが一つあるんですけど、その動作ですね、デフォルトだと、マイクミュートボタンになってるんですよ。これを変更してファイルをマークする、で一番右が、なしってなってますね。このファイルをマークするっていうのが、録音ファイルのマークができるようになります。録音してる時になんかチェック入れたりするってことなんですかね。これできればアップデートとかで受信機を操作せずにね、送信機だけで録画を開始したり停止したり、そういった操作ができるようになってくれればいいんですけどね。どういうもんなんでしょうか。難しいもんなんですかね。じゃあ次にデバイス設定の隣、オーディオファイルってとこ開きます。この画面では、録音したねファイルを再生したりとか、あとはですね、この共有ボタンを使って、PC に取り込んだりっていうことができるんですけど、まあ、さっきも説明したようにそのままドラッグ&ドロップでもできるので、まあ、どっちでもいいと思います。で今ファイル1個しかないんですけども、このゴミ箱ボタンで一つ削除とか、すべて削除とか、そういった風にもなってますね。じゃあ受信機の設定も見ていきます。一番上がノイズリダクションモード、次がセーフモード、3つ目サウンドモード、モノラルステレオの切り替え、この辺はですね、受信機本体からできるんですけども、その次のイコライザー設定、これはね専用ソフトからしかできません。まあ、低音域、中音域、高音域ってあって、それをね自分の好みに合わせて調整することできるんですよ。デフォルトはね全て、0になってたんですけども、これね僕が低音域ちょっと下げたかったので自分でねこれ下げました。さっきね外で録音してたんですけど、その音声はこの設定の音声ですね。で自分で聞いてみたんですけど、なんかめっちゃいい感じになってませんでした。室内でこれ使った時はね、まあ音質そんなかなっていう気はしてたんですけど、外で使ったらめっちゃ音質良くなったなと思ったんで、やっぱイコライザー調整大事ですね。はい、で次が低周波フィルター、まあローカットフィルターですね。まあよくあるローカットの設定ですね。デフォルト 75Hz なんですけども、オフか 150Hz もね選択することができます。次が基本設定、ライトの点灯時間何秒にするか、あとは堅固設定、まあそんな感じですね。で一応ファームウェア情報っていうところから本体をねアップデートすることできるんですよ。今はね最新状態なんですけど、まあ、新しいファームウェアが出たら専用ソフトのこのファームウェア情報からアップデートできます。で最後この取扱説明書ってやつなんですけども、ここからね簡単に詳しい操作方法っていうのを確認することができるので、まあ、このマイク買った方はですね、とりあえずこのアンカーワークというソフトを入れておいた方がねいいんじゃないかなと思います。
はい、ということで今回はアンカー初のワイヤレスマイク、アンカーワーク M650 ワイヤレスマイクロフォンを使ってみたんですけど、めちゃくちゃね完成度高いと思います。すごい考えて作られてるなっていう印象でした。まずね、個人的にいいと思った点いくつか挙げていきたいんですけど、デザイン性めちゃくちゃ高いですよね。これパッと見ね、撮影機材っていう感じが全然しない。なんかおしゃれなワイヤレスイヤホンが入ってるのかなっていう感じなんですけども、パカッと開けるとね、ワイヤレスマイクが収納されてると。でマイク本体もですね、こう丸っこくてマカロンみたいな、こう可愛いね、デザインになってるし、カラバリも豊富だしね。で今ね、送信機の、左側だけねプレート変えてるんですけども、これによってね、送信機1番がどっちか分かりやすくなるとか、そういうメリットもあるし、あとこのクリップですよね。まずこの向きを変えられるっていうのもね便利だし、外してねマグネットで取り付けることができるので、こういうシャツだったらいいんですけど、 T シャツとかであればね、クリップじゃなくてマグネットの方が、使いやすいんじゃないかなと思います。で受信機についてもカメラに取り付けて使うだけじゃなくて、スマホのアダプターがあるのでね、 iPhone とか Android で簡単に撮影できて、でこのアダプターもね、付けっぱなしにして収納できると。スマホでしか撮影しない方はね、毎回取り外すの絶対面倒だと思うので、これは嬉しいポイントだと思いました。でさっき見てもらった専用ソフト、このイコライザー調整ができるっていうのもね結構でかいと思うんですよ。他のマイクはねイコライザー調整対応してるの少ないと思うので、その場合は収録した音声を動画編集ソフトに取り込んで、動画編集ソフト上でねイコライザー調整する必要があるんですよ。まあ、別にそれでもねいいっちゃいいんですけど、毎回ねこのイコライザーで使うっていうのが分かってるのであれば、最初からマイク本体でね、それで撮っちゃった方が動画編集時の手間っていうのが減るので、もう最初からね、調整された状態の音声の方が、動画編集ソフト上でのね工程っていうのは少なくなるので、それもねメリットなんじゃないかなと思いますね。はい、で次に音質についてですね、やっぱりこういったワイヤレスマイクでめちゃくちゃ音質がいい製品って基本的にはないと思うんですよ。どうしてもね、こういうマイクとか、あとはカメラに取り付けて使うマイクでできるだけね自分と距離を近づけて使う、これがベストだと思うんですよ。どちらかというとですね、ワイヤレスマイクって音質的には不利で、まあ、機能性とか、利便性のために使うっていうものだと思うんですけど、イコライザー調整して使ってみたらね、なかなかいい音質だったので、できるだけいい音で撮りたいという方でもね、ありなんじゃないかなと思いますね。はい、で続いてノイズリダクションについて、まあ、今回ね、ネットの雑音 BGM みたいなので、試したんですけども、かなりね効果あるなというふうに思いました。もうオフから弱にするだけで結構ね雑音カットして、聞きやすい音声になってるなっていうふうには思いましたね。ただ今日まで行っちゃうと自分の声もね、少し違和感があったので、まあ、僕は使うのであれば弱ぐらいがね、ちょうどいいんじゃないかなと思いますね。やっぱり基本的にはオフで、静かな環境で使う、これがベストだと思うんですけども、どうしてもね、周りがうるさい環境で使わないとダメっていう時は、弱ぐらいにして使うのがいいんじゃないかなと思います。はい、で一つ気になった点についても言わせてもらいたいんですけど、まあ、さっきから言ってる通りね、送信機で録音の開始と停止っていうのができないんですよ。どうしてもこの受信機から送信機1番の録音開始とか停止とか、そういった操作が必要になるので、まあ、そこだけねアップデートでなんとかできるのであればしてほしいですね。このボタンにね録音の開始停止割り当てて、操作できるようにしてくれたらもう完璧かなと思いました。まあ、そんな感じでデザイン的にも機能的にもかなり完成度高いんですけど、実はこれコスパもいいんですよ。他のねメーカーも送信機2台受信機1台の、セット商品あったりするんですが、こっちの方がね1万円ぐらい安く買えるので、まあ、これからねワイヤレスマイク欲しいなって思っている方はですね、ぜひチェックしていただけたらなと思います。冒頭でも言った通り動画の概要欄に ねお得な情報を載せてますので、そちらからぜひチェックしていただけたらなと思います。ということで今回以上でございます。次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。